全米オープンゴルフが決勝ラウンドに入っております。日本からただ一人参加しております青木功選手が予選ラウンドの2日間4アンダー、トップのニクラウスにわずか2ストローク差と大健闘を見せておりまして、青木の持っている持ち味を十分にこのバルタスロールゴルフクラブに発揮しております。今年のこの80回を迎えます全米オープンはニューヨークに近いニュージャージーで開かれておりますが、このニューヨークからは車でおよそ1時間のところにあります。このところ何かと話題になりますこの自由の女神、大変かなりと晴れ上がった6月のアメリカ東海岸、ずっと望んでこれは向こう側に流れていきますのがハドソン川で、行き交う船なども大変のどかな景色です。そしてこの車でおよそ南西へ1時間ぐらい離れましたニュージャージーのスプリングフィールドというところのバルタスロールゴルフクラブからは遠く望遠レンズでニューヨークの高層ビル街を望むこともできます。長くて非常にタフなコースでありますこのバルタスロールゴルフクラブ全米オープンは一番多い回数のこれが6回目を数えるという名門コースであります。2日間終わったところでジャック・ニクラウスがご覧のように6アンダー、続いてキース・ファーガス、日本の青木、ロン・ヒンクル、マイク・リード、この辺りが4アンダーで続いております。果たして決勝ラウンドに入りまして2日間この長いそしてタフなコースにどういった激しいゴルフが展開されるでしょうか、一つ皆さん大いにお楽しみにご覧いただきたいと思います。これからいよいよ日本の青木がニクラウス、帝王ニクラウスと組んでこの世界のビッグタイトルの全米オープンの最終組を回るという、我々も青木のこの大健闘に注目しておりますが我々だけではありません。全米のゴルフファンがテレビを、そしてあるいはこのコースに直接やってきてアジアからやってまいりました、マジックパッティングといいますか、とにかくあの青木の一風変わったヒール打ちのパッティングに注目しておりますが、果たしてニクラウスと今日どんなラウンドをするでしょうか、この放送は解説をおなじみの戸張翔さんにお願いしておりますが、なんといってもね戸張さん、予選ラウンドのですね1日2日をニクラウスと一緒に回って、そうですね、そして決勝に入って今日もまたニクラウスと一緒というですね、これはちょっとまあそういってはなんですが予想だにしなかったことですがね、本当ですね、全米オープン、伝統のある全米オープンのしかも決勝ラウンド3日目の最終組にですね、この青木選手がニクラウスと一緒に回るっていうのはね、もう日本のゴルフファンにとっては本当にもう胸が躍るくらいの出来事ですね。さあいよいよこちらの時間で午後2時35分全米オープン決勝ラウンドに入りました3日目最終組、オナーはまず青木が取ります。1番ホール425メーターのパー4です。この表情から見れば、出てきました、出てきました、フェアウェイに出ました。ちょうど左サイドと右サイドにクロスバンカーがありますが、その左のクロスバンカーの横のフェアウェイに出てきました。この位置につけていればまずまず、いいところですよ、今日のピンの位置がグリーンのご覧のように右の方ですからね、今のポジションからは狙いやすいです。続いて帝王ジャック・ニクラウス、1967年このバルタスロールゴルフクラブで5回目の全米オープンが開かれましたときに彼はここで5アンダーで優勝しております。そうですね、その時に最終日65というねコースレコードを作ったんですが、今回自らの手でそれを破りましたね。そうですね、初日7アンダーの63を出していますが、2日目は1オーバー、現在6アンダーのジャック・ニクラウス、1番のティーオフ。という歓声が上がったのは、そしてニクラウスの表情も崩れたところを見ますと、いいショットが来てるんでしょう。ボールはどこでしょうか。ちょっとカメラが探しておりますが、いや真ん中に、フェアウェイの真ん中に出てるようですね。初日は7アンダーと突っ走ったニクラウスが、2日目ちょっとショットがブレまして、特にティーショットがブレて、かなり表情が厳しくなってきたんですが、
今日決勝ラウンドに入って日本の青木と最終組スタートいたしまして、どうやら今表情を見たところでは割合穏やかですね。コースレートが 75.8 ですからね、それをパー72カットダウンしてやってるわけですから、さあニクラウスのセカンドショットを見ましょう。ニクラウスはこうして必ず自分の前のスポットを見ますね。そうですね、一つの目標ラインというのを決めてるんでしょうね。乗ってきました、ピンの左に乗ってきました。1番ホールやはり真ん中へこう打ってくるというのが一つのセオリーですけれども、だいたい10メーターぐらいはまだありそうですが。そうですね、10メートル以上ありますね。青木のセカンドはもう打ってるんでしょうかね。いやまだですね。あ、青木の方がティーショットは飛んでましたね、低い弾道の青木のセカンド、これもちょっと左来ましたよ。これもしか乗ってきました、青木としては不満の表情ですが、これやはりちょっと左へ行ったということですね。そうでしょうね、今のティーショットの狙う、セカンド狙うティーショットの落とした場所というのは一番いいとこだったですからね。ピンまではニクラウスよりもやや遠いようで10メーター以上はありそうです。とにかくこの全米オープンゴルフともなりますと、予選に参加した人数が4812人、この本大会に参加資格を得た者が156人、プロ138人のアマチュア18人という、いかに難関であるかということがこれだけでも分かろうというものですが、名物のこれは4番ホールをご覧いただいております。その4番のショートホールにご覧のトム・ワトソンがやってきております。今季すでに5勝しております。そして初日はここでホールインワンを記録しております。そうですね、ただ使ってるティーがですね、今日はだいぶ後ろ来てますよ。池寄りですね。ちょっとスピンがかかって戻っていきますが、グリーンの傾斜は池に向かっております。そうなんですね、つまり受けております、さあ青木のファーストパット、1番グリーン、パットには定評なら青木です。寄っていきます。さあどうだ、惜しい。しかしやはりよく打ってますね。いいパッティングしてますね。笑みがこぼれました。もちろん彼はテオニクラウスが引き連れるその大ギャラリーの中でプレーするんですから、プレッシャーがないということは絶対にありません。そうですね、それはトム・ワトソンあたりでも語っていることですからね、しかし過去の2日間その中でずっとプレーしてきたということがですね、そのプレッシャーの中で自分のベストのゴルフをできるというね。青木が先に入れます。青木1番パーであります。まず決勝ラウンドに入った3日目、1番をパーで4アンダー変わりません。依然として青木が2位におりまして、トップのニクラウスとは2打差であります。初日を7アンダーとリードしましたワイスコフが2日目大荒れの5オーバーで2アンダーと後退しております。久方ぶりによみがえるテオー・ニクラウスということで、ギャラリーも増えてきまして、昨日は25,000人、おとといの初日が20,000人、午後2時現在気温が26度ということで、すでにニクラウスの額にも汗がにじんでいるようです。おっとこれはショートしましたね。青木のファーストパットに比べて随分ニクラウスはショートしてしまいました。なお先ほどご覧いただいたトム・ワトソンは4番ホール結局パーで、依然として1アンダー変わりません、いやイーブンが変わりません。トム・ワトソンはイーブンです。そのワトソンは初日にですね、ホールインワンですね、ホールインワンを記録して、で昨日はですねイーグルを出して ね、それでもなおかつイーブンですからね。いかにそのコースがタフかということが分かりますね。この全米オープンには予選免除の資格がありまして、青木もその日本のナンバーワンということの参加資格を得ておりますが、その選手が52人おります。そして本大会に出たのが合わせまして156人、予選を通過したのが62人、決勝には62人が出ております。まず1番ホールの最終組、ニクラウスと青木をご覧いただいております。日本のファンにとりましても、こういったその
ニクラウスと日本の選手が最終組でこんな大きな世界のタイトルに挑むというケースをご覧になるとまず滅多にないと思いますね。そうですね。右の上はエド・スニードのバーディーパットだったんですけどもね。はい。さあニクラウスはこれを決めました。さすがに決めてパー。1番ホールギャラリーの拍手に応える帝王の貫禄もまた実力もともによみがえる80回目を迎えました全米オープンゴルフです。さて5番ティー、4アンダーをキープしている青木のティーショットです。ニクラウスはすでに打ち終わってフェアウェイをキープしております。ナイスボール、これもフェアウェイの真ん中をキープします。あ、フェアウェイにだいぶランが出るようになりましたね。あ、それだけ乾いてるんですね。はい、もう初日2日とはだいぶ違ってきましたですね。そうですね、はい、これは青木選手にとってはどうですか。いいところです。いいことですよね、はいはい、あの距離がそれだけティーショット稼げますからね、はい、388ヤードは354メーターのパー4です。これは戸張さん、バーディーを取った後の満身の力を込めたようなショットですね。まあ、あの記者会見で彼が言ってたんですが、まあ、この試合今までこの数年間で一番調子がいいというふうに自ら言ってるんですね。そうですか、はい、こちらはトレビノですね。これは、リートレビノの11番グリーン、ビデオでご覧いただきます。おっと、ずいぶんこれは行きました。返しのパットは、うん、これは決めてパーをキープ、1アンダー。今から13年前、新人としてその時第5位になっているリー・トレビノ。そうですね、数々の思い出があるでしょうが、とにかくお金がなかったというのが一番の思い出だそうですね。そうらしいですね。あの、ホテルに泊まるお金もギリギリだったっていうね、はい、ですからここに帰ってくるのはもう自分にとっても本当に思い出深いということをね、はい、何度も地元の新聞テレビで話してましたね、はい、さて5番フェアウェイですが、これはニクラウスが青木よりも飛んでないんです。青木の方が飛んでますね。そうですね、今あのだいぶランが出ましたね、青木選手、そうですね、はい、したがって先にセカンドを打つのはニクラウスです。前面と両側にガードバンカーがあります。これはね、今日のピンの位置はこのグリーンの中で一番難しいピンの位置ですね。はい、逆光に向かっていきます。ピンの手前、さて今情報によりますと青木はピンの手前3メーターぐらいのところに乗せているそうですね。そうらしいですね。入ればバーディー、7アンダー。今日2つ目のバーディーを出しました。まあこれがさすがにニクラウス、ね、素晴らしいパッティングを見せました。7アンダー、再び単独トップに出ました。そしておなじみのニクラウスのキャディを務めますアンジェロ、今のリプレイです。ニクラウス、しかしど真ん中から入れてきましたね。これはわずかにスライスかと思ったんですが、ほとんどストレートですね。さあ今度は青木も一つここでは狙いたいところですが、そうですね、うん、3メーターいいところですね。これもほとんどストレートでしょうかね。はい、そうですね。まあしかしあの過去2日間見ますと青木選手このまあグリーンの速さというのをもう完全に掴んでると思いますから、そういった面ではこのバーディー大いに期待できますね。あのカップのところがちょっとあの木の影に入ってますからね、はい、その分だけラインが読みにくいかもしれませんが、
ここはバーディーが欲しいところです。ここでバーディーを決めて今日のリズムを掴んでいきたいところです。そうですね、はい、こちらの ABC のアナウンサーもやはりヒールと今さらに言ってますが、さあどうか、うんと、あ、入った、お見事、青木5アンダー、単独3位に出ました。ナイスバーディー。ニクラウス、青木ともにさすがにこのビッグタイトルを争う最終組にふさわしいパッティングを見せました。こちらトム・ワトソンが10番のグリーン上ビデオでバーディーパットをご覧いただきました。ここで1アンダーです。さて9番のショートホール、今日は戸張さんね、はい、ピンがまあ正面の奥ですね。そうですね、まあ正面というかちょっと左寄りだと思いますが、あ、ちょっと左ですか、はい、そうすると少しこれは手前からやっぱり来た方が良さそうですかね。そうですね、拍手が起こって、さあどうでしょう、ピンの手前に乗ってきました。もうちょっと行けば絶好のポジションですが、まあ、まずまずのオンです。そうですね、さあね、これで青木選手が木の4番でコントロールショットをするかロングアイアンで打ってくるかのところなんですが、なんでしょうね、おそらく木の4番でフェードに、ね、はい、あ、そうですね、はい、そうでしょうね。手前であるだけに長いパットですが狙っていけるでしょう。12番のグリーン上のワトソン、バーディーなるか、あーと連続3バーディーです。3アンダーと上がってきました。ワトソンの勢いが止まらなくなりました。3アンダーです。トップのニクラウスからは5打差でありますが、この難しいコース、そして明日の最終日を前にしまして、どうやらワトソンが圏内に入ってきましたね。入ってきましたね、面白くなりましたね。気温が26度というのはこの大会が始まってからは最高に暑くなりました。さて9番ショートホールでの青木のバーディートライです。お、すごいフックラインなんですよ、ここはね。おー、ショートしました。あー、グリーンが上がってますからね。ニクラウスも今日は4番、5番、7番とバーディー、3番でボギーを叩いたんですが、たちまち取り返しております。これもわずかに右へ切れました、ね、はい、いい立ちですが右へ切れます。これはまた戸張さん、ニクラウスが先に入れますね。そうですね、先入れるとギャラリーがどうしても移動します。まあしかしあのこちらのギャラリーというのは割合とそのゴルフというのをよく知ってますんでね、はい、あのグリーンサイドに近いところにいるギャラリーの方は割合とそのまんま残って見てるんですよね、はい、まあとにかくマナーという点では本当に素晴らしいです、こちらのギャラリーは。まあ瓶とか缶あるいはこの紙くずが落ちてるのを見たことがありませんね。そうですね、はい、それだけくず箱もとにかく至るところにありますが、まあ、やはりゴルフというのがエチケットとルール、マナーというのがね、やはり大事なスポーツですから、はい、そうですね、はい、まあ、ぜひ本場のこういったマナーだけはですね、日本のギャラリーの皆さんにも見習ってほしいと思いますが、そうですね、まあ、全てが気持ちよくプレーできるためにはそういったことも必要だろうと思います。9番グリーン上の青木、これは1メーター以上ありますが、1メーター半はあるでしょうか。まあ7番、8番、バーディーチャンスを逃して、はい、これがパーパット、はい、ちょっと嫌な距離、こういったパットをですね、まあその前のバーディーパット外してますが、その代わりこういうパーパットを入れなくちゃいけませんね。入れなきゃね、はい、はい、ということは今心理的には大きいは少し嫌な感じはしてるかもしれませんね、はい、右側はマーク・ヘイズのバーディートライ11番です。
左側日本の青木、9番でのこれが決まればパー。これはねちょっと嫌なラインなんですがね、青木選手ね、はい、ヘイズが先に打ちました。バーディーはわずかにこれは外れました。さて青木、決めました。素晴らしいですね。もう今のは本当にナイスリカバーだと思います、はい。まあ、あえてナイスパーというところで5アンダー3ビハインドニクラウス、ニクラウスからは3打差で青木が続いております。依然として単独2位をキープしている大活躍、全く素晴らしいゴルフを展開しております。バルタスロールのこの18ホールに詰めかけた今日も3万近いギャラリーがおそらくびっくりしていると思いますが、素晴らしいゴルフを展開して第2位です。ヘイル・アウィンですね。ヘイル・アウィンはこの全米オープンは2度取っております。そして去年のチャンピオン、ディフェンディングチャンピオンでもありますが、現在は2オーバー。東原さん、これ最終ホール3日目ね、はい、2オーバーで現在ニクラウスと10打差、はい、ちょっと圏外という感じですか。これはもうちょっとチャンスありませんね、この人は確か学生時代にフットボールの選手だったんですね。そうですね、プロのフットボールにもドラフトされたそうですけれどもね、名選手だったと言われてますね。前年度のチャンピオンヘル・アウィン、決まればバーディー。お見事、鮮やかです。見事な読みでスライスラインを決めてここでバーディーを取りました。3日間終わって1オーバーとしました。さあ変わって今度は13番ティーの青木、359メーターです。あ、今のはよくくれましたよ。はい、タッチを打っています。はい、今のはいいバランスで打ちました。どの位置をキープするのか。おー、ランしています。よくランしてフェアウェイの左サイド、これは右にドグレグしております。はい、ですから今のポジション最高ですね。はい、いいところですね。ニクラスのティーアップが相当高いですよね、これ、はい、テープですけれども、ビデオですでに打ち終わっているニクラウス、ものすごい音です。これもランしてきて左の、ラフに入ってしまいました。どうしてもここは左サイドを狙っていきたいというのは、右側に溝がありましてね。ニクラウスの13番でのセカンドショットをご覧いただきましょう。ここは359メーター、乗ってきました。しかし止まりませんが、ピンの奥、まあ、やはりラフから打った分だけちょっとね、そうですね、はい、止まりませんでしたね。受けグリーン、最後は上りましてグリーンのエッジ手前に止まりました。しかしながらお見事、まあ、しかし深いラフからね、素晴らしいショット打ってきますね、さて青木、さあ青木は見事にフェアウェイをキープしております。ここはねバーディーのチャンスですね、はい、このセカンドショット、ここは最高のポジションです。さあどうでしょう、ピンに向かってきます。おっと、さあどうだ、おっと、惜しい惜しい、あわやイーグルです。ちょっと興奮しますね。しかしこれは戸張さん、バーディーは確実と言っていいでしょう。いや、もう 100% 確実でしょうね。いや、見事でしたね。ああ、びっくりしましたね、今ね、今の打った瞬間からいいショットでしたね。はい、もういや、僕はね、今のちょうどチャンスあるんじゃないかなとセカンドショット思ったんですが、B ラフのトラブルショットを迎えております。うん、これはやはり第3度のいい位置に落としてますね。そうですね、まず一度出して、はい、かろうじてフェアウェイ止まりました。バンカーの手前です。まあ、しかしまだこれは相当距離が残ってますね。まあ、しかし青木選手のショットを振り返ってみると、まあもうすでにホールアウトしちゃってますけどもね、パッティングをご覧いただけませんでした。まあ後であるいはリプレイがあるかもしれませんが、あのセカンドショットをむしろリプレイ見たいですね。いやー、すごいショットだったですね。トム・ワッソン、これは17番の第3打、またウッドですよね、はい、まあ、約200、20ヤードぐらい残ってますね。乗ってきました。
第3打でグリーンを捉えました。ここはバーディーは狙っていけるところです。そうですね、さすがですね。まあ、200m 残ったサードショット、ウッドで打って乗せてバーディーチャンスのあるところに持ってきますからね。そうですね、はい。まあ、これもちょっとダウンヒルになりますけれども、チャンスがないというわけではありませんね。先に青木が簡単にバーディーを決めております。前から右へ切れていきました、はい。ダウンヒルのね、ものすごい難しいパットなんですけどもね、どうしてもこうちょっと当てるだけのパットになりますから、一つ出だしでラインが来るとそのまんま右へ行ってしまうという感じになりますね。ニクラスバーディーはなりません。6アンダー、誠にお見事。初日2アンダー、2日目終わって4アンダー、そして今日3日目で6アンダー、全くコンスタントに2つずつ沈めてますね。そうですね、さあ15番、依然としてオナーは青木であります。14番でニクラスボギーで7アンダー、青木伊佐を実に1ストロークの差の6アンダーで追っております。今日中に並ぶでしょうかね。そういう可能性が出てきます ね。まあ、しかし6番7番の470ヤードよりはちょっと短いですが、15番393メーター、ここも相当セカンドショットがシビアなホールですね。はい、いいショットです。ど真ん中です ね。いい位置をキープしております。はい、一番いいところですね。15番430ヤード393メーター、両側に木がフェアウェイの境界線まで並んでおります。ご覧のように並んでおります。まっすぐへ遠くへ飛ばしていかなくてはなりません。どちらかといえばフェアウェイの左寄りがいいでしょう。左のバンカーを越えていけば最高ですが、さあニクラウスはどうでしょう。これはあ、ちょっと右ですか。はい、相当右出ましたね、あ、木に当たってさらに右へ弾んでました。ニクラウスがどうやらトラブルショットを迎えますか。木の間に出てきてますね。そうですね、まあ、あそこはギャラリーが歩いてますから、意外と芝生が寝てますんでね。なるほどね。ただそれにしてもトラブルには間違いありませんよ。間違いですね、はい、興味がさらに深くなってまいりました。まあ、練習日にですね、トム・ワトソンがこのバルタスロールを征服するにはですね、バーディーを出すことももちろんだけれども、できるだけボギーを少なく抑えることだというふうに言ってました。まさにそれが大きに言えますね。そうですね、6アンダー日本の伊佐尾青木、15番のセカンドショット、あ、いい感じで来てますよ。さあどうですか。おっと、ちょっとグリーンオーバーしました。今のは6アイアン、6番アイアンでのセカンドショットでしたね。まあ、しかし青木の寄せをもってすればここはまあパーにね。そうですね、手堅く抑えると。こちらニクラスのトラブルショットですが、これは一応空いてますね。空いてますね、はい、前は。ただご覧のようにグリップ相当余して持ってますでしょ。はい、ですからグリーンの手前にちょっと弾ませて転がせて乗せていくようなショットになるんじゃないでしょうか ね。これは3日目の非常に大きなポイントになりますね、はい、このホール。低く抑えて打ちました。さあどうでしょう。うーん、惜
見事乗ってきました。あ、さすがですね。乗ってきました。さあトンワッソンのバーディートライ、18番バーディーを決めてワッソン4アンダーとしました。ニクラウスに3打差であります。なんと今日は数えて6バーディー3ボギー、67で今日はラウンドしました。いや6バーディーはこのコースでは素晴らしいですね。素晴らしいですね。またトンワッソンが3位タイに上がりました。あ、これは先ほどのワトソンの第3打のリプレイをビデオで見てみましょう。まあ、あの目の前に木がありますけれども、あれはもうサンドウェッジで軽く越えていく高さですからほとんど問題ないですね。さあ木を越えてピンに向かってまっしぐら、見事なショットですね。これはそうですね、これを入れちゃったわけですからね。まあしかしああいう時のワトソンのいいのはあの思い切りが非常にいいですね。なるほどね、はい、もう構えたらそのままスターンと狙ったように打ってきますからね。結局勝つための一つの条件はそのプレッシャーの中での思い切りの良さですね。そうですね、ですから自分が普段練習とかそういうもので培っている技術をですね、プレッシャーの中で出すことですね、はい、それがやはりトッププレイヤーの一番大事なポイントだと思います。そのことを青木選手も自分の間を経験を生かす以外にはないんだということを言ってますが、はい、ニクラウス7アンダー、日本の青木6アンダー、ワトソンとヒンクルが4アンダー、そしてファーガスが3アンダーです。すごい試合になりましたね。さて青木、さあこれはねおそらくね、青木選手5アイアン6アイアンぐらいでランニングアプローチをすると思います。あ、これはまあ難しいですが、この人はこういうところが得意ですからね、はい、でも打った瞬間にですね、グリーンの上を転がっていくような最初から転がるようなアプローチになると思います。なるほど、はい、いや寄ります大丈夫です。あ、早いですね。ちょっと早いですね。2メーターぐらいは行ったでしょうか。いいアプローチなんですがね、あの打った本人私もそう思ったんですが、もうラインといいですね、強さといいぴったりだと思いましたがね。6アンダーの青木、開始のバットが2メートルちょっとありますか ね、 ありますね。これはニクラウス今度はバーディーチャンスに変わりました。曇りのち晴れというニクラウス、このホール15番。これは大きなミスパットですね。こんなにショートしてしまいましたね。橋本さん、初日からですね、ニクラスのプレーずっと見てるんですが、何回かこういうのがありますね。ありましたね、はい、私も 2,3 度見たように思いますが、とんでもないこういうショートしてしまうね。 あれどういうんですかね。彼は3日目、今終盤に入ってますが、どうですかこれ疲れは。いや、ないと言ったら嘘でしょうね、僕あると思いますけども、ただやはりそれを克服してこそね、日本の代表プロということになりますから、そうですね、このピンチなんとか切り抜けてほしいですね、はい、うーん、フックライン、カップの手前で激しく切れました。ついに今日初めてのボギーです。今ね自分で分かってますね、これ入れとかなきゃいけなかったなっていう気持ちがね、青木ついに今日初めてのボギーで15番を割って5アンダー、ニクラスと7アンダーのニクラスと2打差がついております。しかし依然として単独で2位をキープしております。2バーディーの1ボギーです。長谷川さんね、はい、ニクラスが前のホールこれよりちょっと長いパット外してますでしょ。その後遺症があればいけませんね。そうですね、ニクラスにとってはちょっと嫌なパッティングだと思います、はい、ただラインはこの方が楽だと思います。おお、
かりの連鎖反応というべきか、ニクラウスがまた連続パットを外してパーを逃しております。せっかく右のラフ入れたね、ピンチをね。そうですね、素晴らしいリカバリーで持ってきたんですが、このパットミスはニクラウスちょっとショックでしょうね。ファーストパットのやはり失敗が大きかったですね、はい、これ返しもイージーではありませんよ。はい、今ちょっと頭をずっとこう下向けてね、コンセントレーションしてましたね。はい、まだ6アンダーが決まったわけではありません。これが決まってもボギーです。6アンダージャック・ニクラス6アンダーです。さて16番はショートホールです。198メーター、216ヤード。オーナーは青木です。バフィーを持ってますね。そうですね。前のボギーを忘れて。さっと。おお、大きいですか。そのようですね。これは難しいバンカーショットですね。はい、ちょっと嫌なバンカーショットが残りましたね。198メーターニクラスも連続ボギーですもんね。彼はアイアンを持っています。これはお見事、ナイスオン。素晴らしいショット打ちましたね。またしてもバーディーチャンスを迎えましたニクラウス。さあ16番でまたしても正念場を迎えた青木功。これは戸張さんどうですか、難しいバンカーショットをグリーンに直接落とすと相当いってしまいませんか。おまけにね、ダウンピンに向かってこちら側からダウンヒルになってきますからね、青木選手側から。ということは上に上がるボールでちょっともうギリッギリのところへ柔らかいボールを落とさなくちゃいけませんね。バンカーでは定評なら青木ですが、さあどうだ、これだけいってしまいます。まあしかしこれでもうしょうがないでしょうね。もうしょうがないでしょうね。1980年の全米オープンゴルフは80回目を迎えました。1895年に始まりましたこの歴史の古い大会、3日目の終盤に入りまして、今最終組、ジャック・ニクラウスと青木功。ここでニクラウスはバーディーチャンスを迎えていますので、青木としては今度この長いパットをもし決めれば再び蘇生しますからね、はい、さあ青木のこのバンカーから乗せました開始のパットなんですが、これは上りになりますか。そうです、まだピンまで、距離はしかし5メーター以上ありますね、はい、ご覧のようにあの真ん中にちょっとこう、数字みたいなのがありますから上り坂になってきますね、はい、難しいパットです。ニクラウスのバーディーパットよりもちょっと遠くなりましたね、はい、さあどうだ、惜しい、これも惜しいです。よく狙ってきましたが惜しくも青木ここでパーを逃してボギーにします。ボギーで4アンダーと後退、今日のスタート時点に戻りました。今日は2バーディーの2ボギーです。さあ18番ホールティーショットはロンヒンクル。このホールは彼にとっては2オンチャンス十分にありますからね。そうですね、はい、あいいところへ行きました。フェアウェイの左サイドですね、これは。ここだとちょっと狙いにくいですがね、
青木が4アンダーでトム・ワトソンとこのロン・ヒンクルと今並んでおります。ニクラウスバーディートライ。これも左へ。くぼんだところからのアップヒルライだったんですね。わずかに左へ切れました。ニクラスここでバーディーならず。今日は3バーディーの4ボギーのニクラス。ご覧のように4アンダーが3人並びました。しかし青木はまだ2つのロングホールを残しております。まあ選手はちょっと違いますけれども、今日スタートする前と同じ条件になりましたね。そうですね、左のバンカーに捕まった青木ですが、戸張さんここね、途中のあのフェアウェイを横切るバンカーは越えておきたいんですがどうでしょう。ここからですとね、今真ん中に見えているのがまあ、サハラ砂漠と通称言われておりますが、使うアイアンによりますが、まあ、先ほどのワトソンのようにですね、あのバンカーの手前に止めてウッドでサードショットを打つか、クラブを見ますとロングアイアンですか、手前に止めるような気がしますが、そうですか、はい、さあどうでしょう。ああこれすん、ああバンカーの手前ですね、はい、もうやはりそれしかないでしょうね、はい、あのバンカーは越えましたね。ポジションとしては、あ越えてきてますね、はい、よく打ってきましたね。ちょうど越えてきました。ここからだとアイアンで打てますか。はい、あの4アイアンぐらいだと思いますが、ニクラスのセカンドショット、おっとこれはミスショット。あこれは珍しいですね。今のはちょっと俗に言うヒールのチョロ的な ね、そうですね、はい、あのトップ的な球だったですね。どうしたんですかね今のは。その前の方につま先下がりのところにね、青木選手がいます。そうなんですね、おそらく 4,5 メートル前に青木選手がいるんじゃないでしょうか。こちらは代わってキース・ファーガス、18番グリーンを目指しております。第2打2オン狙ってますか。狙ってると思いますね。これはちょっとラフでしょう。ラフですね、はい、こちらはロン・ヒンクル、今最終ホールに入っていまして、これが第2打。もうここら辺の選手乗せてくるとどん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 上出てきますから ね、十分狙えますから。スコアがあっという間に変わります。なあ乗ってきました。2オンです。ロン・ヒンクル、ロングホールの2オンです。これで2パットでも5アンダーになりますからね、なりますからね、はい、目下の情勢では単独2位ということになります。問題はこの後の青木の第3打、17番の第3打です。ご覧のように4アンダーが4人、3アンダーがキース・ファーガス。さあこれニクラス、青木ともにこの17番ホールね、どう打ってきますかね。先に打つのがニクラスであるか青木であるのか。青木の第3打、乗ってきました。ピンの左側に乗ってきました。まあよくトラブルリカバーしましたよね、こうカメラの関係でしょうかね、ちょっと青木選手の方が前にあるような感じが ね、はい、しましたが、はい、まあ、全米オープン史上一番長いと言われますこの630ヤード576メーターのロングホール。ニクラスの第3打、これも4番アイアンか5番アイアンだと思いますね。そうですか、はい、
見事な3オン。再び三度バーディーチャンスのニクラス。17番は青木もすでに3オンしておりますが、ここでこの2人がバーディーを試みる。そしてさらに最終ホールへ持ち込んで、3日間終わったところでの最終結果が出ますが、現在はニクラス6アンダー、青木ワトソン、そしてマーク・ヘイズ、ロン・ヒンクルといったところが4アンダーで続いております。ヒンクルのこれバーディーが決まりました。ついにヒンクルがここで単独2位に上がりました。5アンダー。しかし本当にもう今日の3日目というのは18ホールのドラマですね。本当ですね、はい、もう途中でずっといろんな選手が上がったり、はい、ストロークを落としたりしながら、だんだんこう順位が決まっていくと、トム・ワトソンのようにね、思いがけない選手が上位にパッと出てきてたり、キース・ファーガスは現在3アンダー。さてこれがセカンドをグリーン手前の左のラフに入れてましたから、これは一応バーディーですね、はい、はい、これが3オン1パット目のバーディーパットですね。バーディーを決めました。4アンダー。なんとここで4アンダーが5人になりました。4人であります。4アンダーが4人、5アンダーが1人。クラブハウスの前にご覧のようなギャラリーがいまして、これがいわゆるスタンドになっております。さて17番で青木、長い距離がありますがバーディーを狙います。この辺が一つ決まれば大きいですかね。そうですね、はい、あの昨日もこの17番はサードショットをバンカーに入れて、その後まあ、失敗したバンカーショット、その後うまくねパット入れましたから、10メーター近いロングパット、向かっている向かっている向かっている、あー、超入った、入りました、ナイスバーディー、お見事。青木本領発揮のロングパットを決めて5アンダー、再び盛り返しました。しかしびっくりしますね、このチャレンジャーの意欲こそ青木を支えております。お見事です。しかし今のはもうカップの反対側に当たって飛び上がって入りましたよね、まあ、この人のパッティングっていうのはやはりあの届かないっていうよりも、もう飛び込んできますからね、まあもうあのパッティングがあるからこそね、この全米オープンでこの上位で頑張ってるということなんですがね、もう一回見ましょう。勢いよくライン乗ってってジャンプしながら入りましたね。素晴らしいパットだったですね。これで2位タイですか。はい、ニクラス6アンダー、青木ヒンクル5アンダーです。まあしかしこの全米オープンが本当にアメリカ中にテレビで中継されてますから、もう全米中ね、青木選手のパッティングスタイルを見て湧いてるんじゃないですか。そうですね、はい、さて一方ジャック・ニクラスとしてはここは決めておきたいんですよね。そうですね、2メートル半から3メートルぐらいですかね。そうですね、はい、これより短いパットを今日は2つ外しているニクラスです。これはニクラスにとっても今日のラウンドで大事なバーディーですね、はい、大きなパットになりますね。さあどうで、あ、打ってない、右へ切れました。ニクラスバーディーならず。青木は10メーターほどの長いパットを決めてバーディー。ニクラスパー、17番パー、6アンダー変わりません。しかし依然としてトーナメントリーダー、一
1打差、これを追っているロンヒンクルと今日3バーディー2ボギーの青木。さて全米オープン3日目、いよいよ最終ホールに最終組が入ります。もう今現在このコースの上にあるのはこの最後の組一組だけですね、はい、ロンヒンクルが5アンダーで第2位につけてすでにホールアウトしております。ニクラウス6アンダー、そして青木5アンダー。とにかく崩れかかったらどんどんどんと行ってしまわないところがこの人の強いところ。強いところですね、よく我慢しましたね。しかしね、はい、オナーはバーディーを取りました。青木です。18番は495メーター、バーディーチャンスがあります。さてどこへ落ちたのか。ちょっと今のスイングを見ても何か疲れがあるんじゃないかというような気がしたんですが、まあ、いいところに落ちてますね。でもしかしいい顔になってきてますよね、はい、はい。まあ、青木の場合は2オンはどうですか。おそらく僕は狙わないと思います。狙わない、はい、やはり手前のバンカーラフというのがちょっとねトラブルになりますから。17番でバーディーをしましたニクラス。彼は当然ここは2オンを狙いますからね。もちろん狙います。思い切って打ったニクラスのフルショット。さあボールはどこへ行くか。あーフェアウェイに来ています。いよいよ3日目の大詰めを迎えました。1打差で追っている青木、1打差をキープしているニクラス、そしていずれも18番はティーショットがフェアウェイをキープしております。これからイーグルあるいはバーディーに向かって挑戦する495メーターのロングホールです。まず先に打つのは青木です。どうですか、ウッドは持ってますね、はい、ウッドは持ってますがおそらくグリーンの手前、あのバンカーの手前、はい、花道のあたりですか。さあ狙いはどうか。あの楽に打ってコントロールしてきてますね、はい、うん、いい位置をキープしました。ああいいとこです。あいいとこですね。理想的なとこですね。2オンを狙わないとすればもうあそこ以外ありませんね、はい、しかもあのちょっと右サイドから打っていきたいところですからね、はい、今のはもう最高のポジションですね。得意の寄せでバーディーを狙う青木、一方のニクラスはこれはもう完全、はいはい、2オンを狙います。今あのほっと緊張が緩んだのか、青木がですねニクラスのキャディのですね、アンジェロですか、アンジェロさんと話してましたんで、アイアンですね。あということは変えますね。あということはどういうことですかね。いやおそらくドライビングアイアンか2アイアンで2オンを狙ってきてるんじゃないでしょうか、はい、先ほど17番であのセカンドウッドちょっと失敗してますからね。あーはー、刻むということはないと思うんですがね。うん、乗ってきました。かろうじてグリーンエッジ。まあ、これはオンですね。オンですね、3日目終わったところで差を広げておこうというニクラス。4度目の全米オープンのタイトルに挑んでいるニクラスであります。今年しかし40歳とは思えない爆発力がまだありますね。ありますね。どうですか、大ギャラリーに応えていくこの応え方にも帝王らしい感動がありますね。そうですね、まあ、やはり何とも言えませんね。17回公式戦に勝ってるというね、やはりもう誰にもこれは動かすことのできない、はい、そのプレイヤーの持っている実績、そうですよね、はい、そういったものだと思います。一方の日本のナンバーワンのこの青木がとにかく初日からニクラスと組んで3日目まで見事なゴルフを展開。今日も3バーディーの2ボギー、笑顔が出てますよね。
さあ問題は青木のこのアプローチです。さあこれをねもうアメリカのギャラリーの前で、ピタッと寄せてほしいですね。そういえば戸張さん練習ラウンドで彼はここでこのくらいの距離でしたかね、あのイーグルを出してますね。出してますね、チップインしてますから、はい、まあ青木選手にとってこのくらいのアプローチはね、はい、本当に一番得意とする部分ですから。そうですね、この大ギャラリーの前で、東洋のこの小技の冴えた選手のね、寄せを見せてもらいたいところです。なんといってもワンストローク差ですからね、はい、さあ簡単に打ちましたが、止まりました。ピンは越えていきましたが下りのフックラインが残りました。あ、下りのフックラインね、はい、さて2オンに成功しているニクラス、イーグルを狙います。ただこのラインは相当スライスしてきます。難しいラインですから、無理にイーグルを狙うと、そうですか、はい、外した場合が後が難しくなりますから、どう攻めますかね、ニクラスが。思い切って打ってきました。やはり思い切って狙ってきましたが、これはね、これはね、返しは本当に難しくなりますよ。青木とどうですか。青木選手よりもむしろラインがですね、極端に切れますからね。もっと深くしますか。はい、あ、今日のしかしそうするとカップの位置も難しいですね、はい、ですからね、今のは僕は無理にもしかすると狙わないんじゃないかなと思いましたがね。なるほどね、まあ、しかしニクラスさすがに狙ってきますね、はい、これはね本当にフックライン下り、さあこのバーディー取ってくれるとね単独2位になって、そうですよ、はい、でニクラスがこの返しのパット外しますとね首位タイになりますからね。そうですよ、はい、ここは戸張さんいくら時間かけてもいいですね。いいですね、十分時間を取ってほしいです。触るだけという感じですね。そうですか、はい、はい、さあ青木のバーディートライ、どうだ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 、終わった、入った、入りました、ナイスバーディー、やりますね、まさにテクニシャン青木本領発揮の18番、3日目の最後を飾りました。ついに6アンダー、この時点でトップのニクラスに並びました。これはね、鮮やかなバーディー、現時点でこれに出てます、コーリーダー、トップですね、はい、もう日本選手が全米オープンの首位に立ったなんていうのはね、初めて、日本のゴルフ史上始まって以来ですからね、さあさあもう一回見ましょう、素晴らしいですね、本当に軽いタッチでしたね、このフックラインよく読みましたよね、から回り込んでいって止まったかと思ったんですが一転がり、ラインを読みすぎましたね。ついに日本の青木がニクラスと並んでトーナメントリーダーになりました。3日目全てのプレーを終了しました。そしてこれで4日間とも日本の青木はニクラスと回ることになりましたね。そうですね、まだあの組み合わせが発表されないとですね、あの分かりませんが、1位3位というケースもありますか。はい、ありますから、ちょっと分かりませんが、しかし首位ですよ狭間さん、驚きました。最高の舞台で日本の青木の大活躍、最終日をどうぞお楽しみにお待ちいただきたいと思います。それではアメリカニュージャージー州のスプリングフィールドからこの辺でお別れいたします。さようなら。